ほんなら僕も成長記録取ろうかな。誰の？タカちゃんの胸の成長記録。ちょっとやんやめてよ。全然大きならんな、この子。この放送は日産自動車とご覧の各社がお送りします。柔らかい高性能が今評判です。セブンススカイライン、人に優しい都市工学です。1日2日は日産プリンスへ。うわっ、どんな場所でもポンと置くだけ、ドアを開ければパッとつく。ん？完全無臭のソーラートイレ。待たせたな、こしゃくな。何でも貸します、レンタルの日券。ロックンローリー、ノーク一発のカーベイビー、あなた素敵の目の前、チカチカタッチ一発がシャンベイビー、皆さまに。ロック式水性ボールペン、青春のペンテルローリー。プロレスファンの皆さん、こんばんは。秋田県立体育館です。今夜はまず阪神の国の最終放送の武道館7対7オールシングル決戦、その対戦カードを決める抽選会の模様を実況生中継でお伝えしてまいります。さあ、リング上には全日本、これより来る3月13日日本武道館にて行われる全日本プロレス対ジャパンプロレスシングル対決、メンバーをご紹介しましょう。全日本軍、馬場、鶴田、天竜、タイガー、石川、井上、冬木、今最後に総帥ジャイアンツの馬場がゆっくり入場してまいりました。そしてジャパン軍であります、長州、八津、カーン、浜口、小林、寺西、クリス、以上7人であります。なお天竜、八津はすでにユナイテッドナショナルヘビー級王座決定戦を行うことが決定しておりますので、残る6カードを抽選いたします。この抽選の方法でありますが、選手会長の天竜英元が今じゃんけんを行っておりますが、勝った方が対戦者の書かれたカードを引きます。そのカードには対戦する相手の名前が書かれているわけであります。さて山田さん、この今年上半期の天王山になりそうな、いよいよ両軍団が衆を決する時が来ましたね。そうですね、まさにね、もう全面対決ですからね。しかもこれは抽選ですから、一体誰とどういう組み合わせになるか、これもまだ分かっていませんからね。さあ、これから抽選が行われるようでありますが、天竜がそのカードを今引きました。まあ、この両軍団の勝負の行方も注目なんですが、夢のカード実現のこの興味も尽きないですね。もちろんそうですね、はい。まあ、どういう対決が生まれてくるか、これから決まるわけですが、その試合の内容とともに、やはり全面対決という以上ですね、はい、両軍のその勝ち星いかん、これがもう両団体の運命を決めると言っても過言じゃないですね。そうですね、画面の鶴田、まあ、この鶴田は長州との頂上決戦、こういった可能性もあるわけであります。画面このやつは天竜とユナイテッドナショナルヘビー級の王座決定戦、またこの長州と馬場あるいはタイガーの初対決、こういう可能性もあるわけであります。1人に対しまして6人の組み合わせが、期待できるわけであります。さあ、いよいよ運命の組み合わせ、抽選であります。それではジャパンプロレスの選手に、色紙を引いていただきます。一
1枚1枚引いて山田さん両陣営の表情いかがですか。非常にねやっぱり緊張感がね、はい、リングの上いっぱいみなぎってますね。そうですね。さあまず長州が引きました。運命のカード、対戦相手は運命の糸に結ばれているわけであります。まず長州が引きました。そして今度は小林が向かったようであります。小林が引きます。そして気合を入れて今アニマル浜口が引きました。いずれもジャパン軍の精鋭選手たちであります。ジャパン軍の7選手が今次々と抽選カードを引いております。さあどんな結果が待ち受けてるんでしょう。まず長州、タイガーマスクでございます。長州はタイガーマスク、長州はタイガーマスクであります。山田さん、これは夢の対決。いやこれはちょっとね、マイティ井上選手でございます。今度はキラーカーン井上、このカードが発表されました。井上のテクニックとカーンのモンゴリアン速攻、そしてジャイアント馬場寺西、ベテラン同士の対決今発表されました。そしてジャンボは浜口、ジャンボは浜口、これも面白い一戦ですね。そうですね、はい、石川隆選手でございます。場内歓声に包まれております。石川選手は小林とサンソン・冬木選手でございます。そして昨年凱旋帰国の宇多州の男冬木はクリス、以上のように抽選会が決定いたしました。もう一度申し上げましょう。馬場寺西、鶴田浜口、タイガー長州、井上カーン、冬木クリス、石川小林、そして天竜ヤスの UN ユナイテッドナショナルヘビー級の王座決定戦、以上7カード武道館決戦がシングル最高戦決定いたしました。山田さんいかがですか。いやとにかくね、長州タイガーマスクというのはびっくりしましたね。びっくりしましたね。これはねタイガーマスク選手にとって大変な試練ですね。まあこのタイガーマスクにとりましても今馬場さんが放送席です。この長州、タイガー戦も馬場さん、タイガーにとって大きな試練ですね。そうですね、なんてまあ今抽選決まったばっかりなんでね、はい、なんとも言いかねますけどもね、まあこの、まあ、さあ9時ですからね、馬場さんは、ね、はい、まあ、これで試練の一戦になってもらえばいいですね。そうですね、とにかく武道館決戦は再来週3月15日であります。シリーズのフィナーレを飾りにふさわしいビッグ対決、どうぞご期待いただきたいと思います。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は秋田県立体育館より秋田放送の制作協力で全国35局をネットして実況生中継でお送りしています。加藤さん、両名刺の中にはいっぱい約束が入ってんですね。そう、でもねたくさんあるということよりもね、うん、一つ一つの薬草をうまく組み合わせているのが陽明酒。なるほど、組み合わせが大切なんですね。そうなんです。薬用陽明酒は普段体が弱くお悩みの方によく合います。自然の生薬が溶け込んでいる陽明酒、お試しください。私はこの禁煙パイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。なやめたい人の禁煙パイプ。私はこの禁煙パイプでタバコをやめました。私もこのパイプでタバコをやめました。私はこれで会社を辞めました。やめたい人の禁煙パイプ。3月の雨と4月の風が美しい5月を作るのですか。86年春、ツインカムターボを乗せて新しいシルビア、日産から新発売。1日2日はご覧の販売会社へ。さあ秋田県立体育館から実況生中継。雪にすっぽり埋まりました秋田市、そして十和田湖もひっそりと静まり返っています。さあご覧いただきましたように 3.13 日本武道館7対7対抗戦の全貌が明らかになりました。超夢のカード、いよいよ実現でございます。さあこれより天竜鶴田のシングルマッチの決闘が行われます。まず天竜対テリーボディ戦、早くもテリーボディはリングの中央に立ちました。これより天竜が入場してまいります。日本武道館決戦、天竜の相手は八津義明に決定。そしてこの対決は UN 王座決定戦として行われます。あのインタータグの試合で、あの日
インタータッグの試合でピンフォールを取られた奴に対しまして怒りと復讐を前線に表します。この天竜幽霊のベルトを返上した天竜でございます。 3.13 日本武道館でいよいよ八代社との勝負が決定しました。まずは今夜はテリー・ゴディ戦、両選手の紹介です。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーから豪華な花束が両陣営に贈られました。これが大型戦車テリー・ゴディ195センチ、140キロ、大のスターハンセンと言われています。この選手です。大きい選手です。パワーボムが得意技。そして天竜190センチ、160キロ、今紹介されました。波乱含みの対決になっておりますが、さあまず馬場さん、はい、先ほど若林アナウンサーも発表いたしましたが 3.13 日本武道館決戦、馬場選手は寺西とですね、はい、はい、まあね、対戦もこれ後輩に やったんですからね、まあ、なんと文句の言いようがないんですが、はい、まあ精一杯頑張りますという以外ないですね。画面の、まあ、対抗戦ですんでね、内緒年配という興味もありますんで、そうですね、まあ、なんとか全日本は頑張りたいと思いますがね、はい、天竜の相手はやっと決定ですね。そうです、はい、これもね、まあ、はい、先ほどタイトルマッチと言われましたけども、ね、はい、まあ、試合数が多いんでね、全部30本1本勝負ということにしてやろうと思いますので、タイトルマッチにはなりません。ゆうべの王座決定戦というふうにご紹介しましたが、はい、これは7対7のシングルマッチの一環として行われるわけです。まだハリーレースもいますしね、シンもいますし、まあ、ブラックウェルもね、ギャングもいますんでね、はい、もう本当に数多く外人もいますんで、非常にその取り組みにね止まってるんですよ。なるほど。もう一度ご紹介いたしますと、ジャイアント馬場の相手は寺西、ジャンボ鶴田の相手はアニマル浜口、天竜の相手は八津、タイガーマスクの相手は長州力、石川隆の相手は小林、マイティ井上の相手はキラーカン、サムソン九一の相手はクリスと決定いたしました。さあ今度はひとまず画面を追ってみたいと思いますが、山田さん、この試合も天竜取りました。大きな試合ですよね。そうですね、まあ、とにかくあのテリー・ゴディは今ですね、はい、ぐんぐん力をつけてきている選手ですからね、やっぱりあの天竜選手にとっては、はい、こういう大きな相手をですね、どういうふうにぶつかっていくか、やっつけるか、この辺がですね、あの今の天竜選手にとって非常に大事なことだと思いますね。そうですね、かつてはタッグマッチでは何度も対戦していますけれども、馬場さん、1対1のシングル対決は初めてなんですね、今夜。そうですね、まあね、彼らがね、天竜がまだジョージアにいる時分、修行している時分にね、はい、もう2人出会ってるんですよね。そうですね、お互いにまだ先輩同士というか、それが急にも急激にそこまで成長してきた2人ですからね、はい、非常にその晴れ合って面白いと思いますね。手首を決めております。今夜の立ち上がり、天竜の攻撃、関節技の展開になってまいりました。何しろ 3.13 日本武道館決戦まで超ハードスケジュールのこの天竜、来週の放送大阪城決戦ではインターナショナルタッグ選手権の挑戦試合があります。そして再来週の放送日本武道館決戦やつと決定しております。まあ、その中に割って入ってまいりましたのがこの大型外人テリー・ゴディであります。緊迫した試合が続きます。リング上、秋田県立体育館超満員に膨れ上がりました。まあ、それにしても馬場さん、話題の方は天竜対八津の1対1の対決がまあ決定した日本武道館決戦ですけれども、八津にピンフォールを取られた屈辱は天竜忘れないと言ってますね。そうでしょうね、まあ、自分も取ってますけどもね、はい、やっぱり取られたということがね、新しい方ですからね。そうですね、山さん、天竜に試合前聞いてみたんですけども、この今や完成されたレスラーが一から出直しだということを言ってますね。やっぱりね、それがあのいかにも私は天竜選手らしいところだと思うんですね、はい、あのもうこうなった以上、自分の持ってるベルトをですね返上して、本当にね初心に戻ってやると、うん、これはやっぱりね、自分に対する一種の励ましだと思うんですね。そうですね、その辺やっぱりね、あのもう見切り線量って言いましょうかね、うん、非常にあの男らしいサバサバしたところが感じられますね。そうですね、天竜に今動きが出てまいりました。ヘッドロック攻撃、寝技への展開に持っていこうとする天竜であります。馬場さん、
あの UN のベルトを返上したという男らしさ、常にこの自分自身と戦っているという感じのする男ですね、この選手は。そうですね、まあね、そう簡単に返上してもらって止まるんですけどもね、はいはい、まあ、これがね、日本人に負けたということでね、本人ももうすごく気にしてるんですよね。そうですね、まあ、自分自身との戦いで何かを見つけ出していく、その時にすごい力を発揮する男、これが天竜かと思いますが、まず放送の方はおっと下にテリーゴディの下に、歌舞伎が来ました。歌舞伎が来ました、ね、やはりダラス軍団チームメイトですね。あの天竜選手がね、はい、試合をやりながら非常にあの歌舞伎のリングサイドの方に目がいって気にしてるんですよね、はいはい、あのちょっとね一箇所にいればいいんですが、ちょっと動いたりするとやっぱりまずいですね。そうですね、これはレフリーはやっぱり厳重にこういう試合ですからチェックしてほしいですね。今日の勝負ですけど、山田さん、このテリーゴディが非常に正攻法の勝負を挑んでますね。そうですね、あのたまたま私宿舎が同じなので、まあ、あの夕方ちょっと話をする機会があったんですが、はい、日本に来るのが本当に楽しみだって言ってますね。で特に今日はもう試合がですね決まっていましたので、もうなんか武者震いをするような気持ちだっていう話をしてましたね。なるほど。このテリーゴディの方はジャンボ鶴田のインターナショナルヘビー級に挑戦、照準を合わせてまいりました。鶴田との勝負は、仙台宮城県スポーツセンターで行われますが、このシリーズの最後に放送いたします。過去鶴田とテリーゴディとの、山田さん、リングアウト負け、反則負け、まあ、ピンフォールは取られてはいませんけれども、ベルトは取ってませんね。そうですね、なかなかね、はい、手強い相手ですよ、うん、やっぱり馬場さん、あれじゃないですか、こういう風にそのテリーゴディみたいに試合が面白くてしょうがないっていうような時期があるんでしょうね。そうですね、ゴディの中にいるのが一番楽しいという時期はありますよね。なるほど ね、そういう感じがね、もうそばにいるだけで伝わってきますよ、はい。さあリング上です。もう両者ともに何て言うんでしょうか、まだ緊迫の糸がほぐれません。非常に殺気立った勝負と言いましょうか、両選手であります、天竜とテリーゴディ。画面の方では来週の放送、インターナショナルタッグ選手権ご案内しております。来週は大阪城ホールからの中継、タイガーマスクは歌舞伎と一騎打ち、その歌舞伎の存在も見逃せません。今夜のこの天竜対テリーゴディ、さあ今度はコーナーに追い詰められました。テリーゴディはものすごい力を持っておりますので、一気合戦に攻め込んでまいりますと、天竜も危うしといったシーン数々あるでしょう。すごいデモンストレーションが、山田さん、このテリーゴディのアメリカ情報が入ってるんですけども、またあのダラス地区ではザ・ファビュラス・フリーバードを結成したというような情報入ってますね。そうですね、一番最新情報としては、はい、再び結成して暴れまくるんだというような情報が入ってます。もう試合もやってますね。やってますね、はい、そうですね、ま、マイケル・ヘイズ、日本にもやってまいりました、バディ・ロバーツ、この3人でトリオを作りまして大乱撃戦を展開中という情報も入っております。さあ、馬場さん、今夜の天竜ですけれども、どうですか、この試合展開。そうですね、これは、まあ、離さないとね、後ろ投げがありますからね、はい、まあ、後手にはね、飛び蹴りもあるし何もありますからね、油断できませんよ。そうですね、さあ飛んでまいりました、フライングボディアタック、テリーゴディ140キロ、195センチが空を飛びました。そして抑え込みにかかります。しかしもはや天竜も百戦錬磨の経験を積んでいます。相手の動きをじっと見ておりますが、ちょっとグラウンドでの展開、山さん、これは何をテリゴディは攻めてますかね。ちょっとね、影の天使が首を絞めてるみたいです。首を絞めてますか、はい、あの顎に回ってますね、腕が。さあこの太い腕で締められますと、まあ、いわゆるグラウンドでの裸締めというふうに馬場さん見てよろしいでしょうか。そうですね、はい、まあ、先ほどのダリアとか喉に入りましたんでね。入りました。いや、しかしね、このゴディの攻撃っていうのはね、攻撃するときは重い攻撃、しかも身が軽いときするから、本当にね、やる相手にとっては始末が悪いですね。両選手が離れました。スイーパーフォールドに入ります。裸締めぐーっと締めます。テリーゴディであります。現在24歳、今最も山さんが指摘しましたように脂が乗っているレスラーでありますが、ぐい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 裸締め、体が沈んでいきました。天竜、さあ窮地に立たされました天竜であります。まさに山田さん、13歳からレスラーになったというこのテリーゴディ、骨の髄からプロレスが染み付いてますもんね。もうそうですね、まさにプロレス男ですよね、はい。さあ得意のツームストーンのパイルドライバーであります。これです、これが怖いんだ。テリーゴディ、そして天竜と同じような技、パワーボムも持っています。何しろ日本に初めて持ってきたのパワーボム、このテリーゴディによって非常に有名な武器になりました。
テリーゴディに一発食ってからこの天竜がパワーボムを、自分で開眼したんですよね。そうですね、やっぱりね、非常にいい技だった時にね、はい、これはもう盗んでね、大成功でしたね。そうでしたね。さあ、いつどこでどちらが先に脳天逆落としパワーボムを出すかどうか。今度は足への攻撃、テリーゴディ吠えまくるぞ、吠えまくるぞ。館内を威嚇いたします。足4の字固め狙ってますね。狙ってまいりました。このね、巨体でね、もうやることなすこと実に器用ですね。そうですね。ガラスのパートナーであります、歌舞伎あたりがここは勝負というふうに歌舞伎も立ち上がりました。半身の体勢でリングの中に入ってこようという気配。あ、でも今戻りましたね。天竜がね、これでの右足を押さえてる限りは大丈夫です。そうですか、あれを離すとかかりますからね、はい、これが足4の字固め、フィギュア4レッグロックであります。天竜もしばしばこの足4の字固めは世界戦あたりでも経験しておりますので、十分にこの脱する力は持ってますもんね、山さんね。そうですね、今もうそれで完全に外した状態ですからね、はい、この状態なら大丈夫ですよね、はい、天竜選手の足にフックされちゃうとまずいですよ、完全に形が決まりますからね。現在は足4の字固め合戦であります、天竜対テリーゴディ、非常に熱っぽいシングルマッチ、45分の一本勝負、まさに熱闘になってまいりました。それにしましても 3.13 日本武道館決戦、天竜の相手は八津義明に決定。馬場さん、いや、まあ、八津義明と戦うということになりました。これは、まあ、復讐戦に近い試合になると思いますが、これに成功したらもう一つ天竜器が大きくなるんじゃないでしょうか。そうですね、もうでもね、まあ、八津もどんどん成長してきてますからね、はい、最近の八津の成長はもう本当に見るものありますからね、非常に面白くなると思います。果たして来週放送のまずはインターナショナルタッグ選手権で天竜と八津の勝負を果たしてどういう風になっていくんでありましょうか。これがザ・グレート歌舞伎、身を乗り出してテリーゴディに声援を送りますが、足4の字固め、馬場さん、ちょっと複雑な体験になってまいりましたが、この体勢ではどうですか、どちらが有利。まだね、かかっていますけど、まだ大丈夫ですね、はい、まだ大丈夫、まだ我慢しきれる、はいはい、しかし天竜の顔面が歪んでまいりました。さあ、恐怖の足殺し、テリーゴディ、まだこの後得意のパワーボム山さんありますし、それから魚雷ラリアット左右から打てますもんね。そうですね、怖い技持ってますね。もう何でもできますからね、はい、まだまだ隠しています。やはりね、天竜選手ってそういうところね、割と気にすると思うんですね、それで相手の技を手の内を知ってるだけにですね、はい、なかなか踏み込んでいけないって部分ありますよね。はは、今やっと解かれました。さあ、天竜がどういう挽回策を見せるか。さあ、いったぞ、円錐切り、円錐を切りました。しかしテリーゴディ全く動じません。今円錐に馬場さん当たってますか。入ってますけどもね、やっぱり天竜の足をやられてますからね。そうですね、それほどダメージがありません。さあ、ロープに押したドラッグキックだ。すごい勢いで重戦車テリーゴディ140キロ空を飛んで思い切って当たりました。しかし天竜も非常に強靭なバネを使って跳ね返しました。また足殺しだ、また足殺しだ。さあ、スピニングトーホールドの構えからまた足4の字に行きそうだ。右足が軸、テリーゴディです。右足が軸です、テリーゴディ。さあ、これをなんとか振りほどきたい天竜であります。さあ、また入りました、足4の字固め連発テリーゴディ。馬場さん、ズバリテリーゴディの狙いはこれでギブアップを取ろうとしてるんでしょうか。いや、そうは思いませんね。これお互いの足が太いんでね、そんなによくかからないんですよね。まあ、そうですか。今度はブルーのコーナーであります。先ほどは右足でしたけど、今度は左足ですからね。入りましたね、両方本当に交互に打ってまいります。テリーゴディ、やはり前回の来日よりも山田さん、ズバリこう上手くなってますか。そうですね、やはりこういう技も使いますしね、はい、非常に慎重な部分が出てきてますよね。あーはーねえ、このテリーゴディも山田さん、日本に来て強くなった選手の一人ですね。もちろんそうですね、はい、本当に最初はね、もうやんちゃ坊主というような印象でしたけど、ね、そうでしたね、だんだん風格が出てきましたね。さあ、回転エビ固め必死です、天竜。あっと叩いた、思い切って額を拳で打ちました。何しろパワーがあります、テリーゴディ。第2のスタンハンセンの呼び声が高い、強烈なパワーを武器にするテリーゴディ。足を取っての首固め、さあどうだ、技を見せます天竜です。まだまだ冷静、かなりしかし両方の足は痛んでるでしょう。さあ、両選手立ち上がりました。天竜は何を狙うか、天竜は何を狙うか。一方のテリーゴディはおせおせムードになってまいりました。さあ、これをうまくカット。さあ、今度はおっと、さあ、川津落とし、川津落としからどういう技を重ねてまいりますか。馬場さん、今の川津落としどうです。いいですよ、いいですか、ね、はい、続けなきゃいけないですね、続けなきゃいけない、はい、一旦は後頭部を捉えていますが、さあ、バックドロップの体勢、テリーゴディは140キロあるが、
今度のバックドロップどうでしょう。いやいいです、そのまま後頭部打っています。本人に目方がありますからね、効くんですよね、はい、ここで円錐が行ったらいいと思うんだ。相手は体重があるぞ。さあ円錐の体勢に持っていくか、ロープにまずは飛ばしたラリアット、左のラリアット、テリーゴディの魚雷ラリアットより早く天竜がラリアットを打ちました。さあ初めて天竜いい体勢になりました。山さん、ここは天竜勝負ですね。そうですね、初めてね、あの兄弟がね、はい、沈んでいますね、はい、しかし今度はおっとトップロープのワイヤーロープに天竜を乗せました。これはもう当然急所を狙っています。テリーゴディーラプレーを展開。さあこの後はちょっと急所を打たれておりますので苦しい展開になりました。テリーゴディーと今グレート歌舞伎の目がつらつらと合いました。何を指し図したか、歌舞伎です。さあもう一回ボディースラム、天竜完全に動きを止められてしまいました。さあ天竜対テリーゴディーの発弾を合わせ、トップロープに上がったぞ。ここから飛んでいくか、そのまま体を合わせた、そして一旦切り返した、カウント2、非常に冷静でした天竜。カウント2です。惜しかったですね、惜しかったですね。今のは天竜が今ね、ゴディがロープの上上がっていくときに随分考える余裕がありましたからね、はい、さあ今度は天竜の目に注意、円錐だろうか、円錐でいった、ここで円錐は効いた。馬場さん、そうですね、この作戦はいい、いいですよ、もうどんどんここで行かなきゃいけないですね。技を重ねていきます。天竜やっと勝機を見出した。さあ顔面にやっと正気がみなぎってまいりました、天竜です。さあ今度は反対側のコーナーに天竜が立ってトップロープに上がるか、上がった、待ち構えるのはテリゴディ、そのままフライングボディープレス、フライングボディシザースドロップ、そしてまた1回転、また1回転、いやーすごい勝負になってまいりました、天竜対テリゴディ。まあね、天竜の今のこの飛びをかわすんですからね、まあやっぱりゴディもすごいスタミナですね。いや本当ですね、まだまだ一進一退、両者ものすごい勝負を挑んでいます。天竜対テリゴディ、アーツラリアット、これが魚雷ラリアット、右の魚雷ラリアット、天竜の顎を砕きました。両選手エプロン、さあ天竜対テリゴディか、どうだ、天竜も場外に落っこちました。そして場外でここで大技を食いますと天竜も立てなくなるでしょう。髪の毛をつけんだテリーゴディ、すごい競争、さあさあ場外で場外で場外で、おっとおっと、すごい勢いです。赤い鉄柱からその反動で放送席、赤い反動から放送席です。放送席でこのテリーゴディと天竜のこの巨大同士が重なり合っています。すごい勝負、さあテリーゴディが重い天竜の大きな背中にものすごい勢いで、ものすごい勢いでパンチを合わせます。さあすごい勝負になってまいりました、天竜対テリーゴディ。さあ服部レフリーはもうすでにゴングを要請しておりますけれども、さあジャイアント馬場さんが今助っ人に入ろうとしています。放送席、これではもうどうにもなりません。すごい勢いです。その後ろに歌舞伎がいます、その後ろに歌舞伎がいます、歌舞伎がいますが、今やっと分かれましたが、テリーゴディがまた激しく挑みます。テリーゴディがまた激しく挑みます。どうやら勝負の結果の方はリングアウトが切られておりますけれども、さあこの2人の勝負、大変なドラマを展開してまいりました。初対決だったんですけれども、またまた大きそうですね、この対決は。そうですね、大変なことになっちゃったですね。大変なことになりましたね。やはりね、はい、あの両方ともね、もう力と力でぶつかり合ってましたけれども、もう一瞬のうちにですね、乱闘でしたね。さあ、ザラスチーム、テリーゴディと、ザ・グレート歌舞伎、勢いよくテリーゴディを引っ張って控室の方に戻そうとするザ・グレート歌舞伎。さあ怒りの表情、天竜、今の勝負もう一度ご紹介いたしますと、16分15秒、両選手リングアウト、天竜また行った、天竜また行った、こうなりますと天竜はものすごい力を発揮いたしますが、この勝負馬場さん、結局は両者リングアウトですので、なんとかもう一度見たいですね。そうですね、今の勝負は割合に好勝負でしたよね。すごい勝負でしたね、あの要所要所に大きな動きがありましたしね、はい、久々で山田さん見る日本選手対外人選手のダイナミックな勝負ですね。そうですね、もう両選手ともにね、非常にあの大きな殺人に大技を出しましたし、もう本当に見応え十分ですね。そうですね、もう最後はね乱闘ペースでしたが、もう目の前でね放送席の真上でやってますんでね、はい、もう本当にドキドキするようなすごい試合でしたね。そうですね、スリリングな勝負でした。それにしましても、来週の放送大阪城決戦ではインタータッグに挑戦の天竜、再来週日本武道館では八つ吉千秋と対決するこの天竜ですけれども、この勢いでいきますと、この勢いで
思い切ってインタータッグに挑戦して奪還を狙ってほしいと思います。すごい勝負でした。おっとおっと、また天竜がペリゴディですか、相手は。そうですね、ペリゴディに襲いかかります。そしてザ・グレート歌舞伎が間に入ろうとしますけれども、ものすごい喧嘩マッチに展開。天竜対ペリゴディの勝負、日米の対決ですけれども、まだまだ大引きそうであります。激しい勝負、16分15秒、両者リングアウトの痛み明け。それにしましてもスリリングな勝負でした。秋田のお客様も固唾を飲んで見守っています。勝負は16分15秒両者リングアウト。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は秋田県立体育館より秋田放送の制作協力で全国35局をネットして実況生中継でお送りしています。すみません、アウトバックどこですか。おう、ストレイまっすぐまっすぐ。 Thank you、 バイ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 。アウトバックどこですか。まっすぐまっすぐまっすぐよ。 Thank you。大丈夫ですか、中畑さん。ネバーマインド、すべての道はオートバックスに通ずだよ、シノ。車のことなら、カー用品のことなら、あなたの街の。心の体温が上がっていく。夢中で飲んでいたダイドーブレンドコーヒー。イモ姉ちゃんで悪かったわね。飲もう。芋の味知ったらもう離れらんないよ。とことん行っちゃうね。本格焼酎薩摩白波。さあ、熱闘シングルマッチ、今度はジャンボ鶴田の登場でございます。秋田県立体育館から実況生中継、タイガージェットシンとの一騎打ちが実現いたしました。タイガージェットシンが先に入場してまいります。狂った虎の入場だ。果たして秋田県立体育館どこから現れるか。さあ、館内が割れてまいりました。やってきたやってきたやってきた。今回も謎のインド人をサイドに連れています。この男です。ターバンを巻いています。そしてこのタイガージェットシンは中近東諸国を使って、そして大友からいただいたという金銀のトロフィーを自慢げに振り回します。まあ、もちろんサーベルも持っておりますが、今回の来日狙いは果たして何でしょうか。タイガージェットシンの入場が続きます。おそらくこの純銀のトロフィーもいざとなったら狂気に使ってくるんではないかと思います。中近東諸国遠征では大英雄扱いで常に名イベントを張りました。中近東の全てのファンは俺を見に来たんだと胸を張って語りました。このタイガージェットシン、さあ反対側から鶴田も出てまいりました。鶴田対タイガージェットシン、45分の一本勝負だ。最初から荒れ模様の好勝負。まずは 3.13 日本武道館決戦、ジャンボ鶴田の相手はアニマル浜口に決定したことをまずお伝えいたします。どうぞご期待いただきたいと思います。さあ、その前に行われる秋田県立体育館、これがジャンボ鶴田です。ジャンボ鶴田の相手は 3.13 日本武道館決戦、アニマル浜口に決定。やる気満々のジャンボ鶴田、非常に気持ちが乗ってきた、気合が入ってきた、燃えてきたというふうに鶴田は連発しておりました。さあ、タイガージェットシンが秋田県立体育館をうまく使います。さあ、ジャンボ鶴田が飛び込んでまいりました。まだゴングは鳴っておりません。サーベルが揺れます。そしてとうとう場外でジャンボ鶴田がサーベルを捉えてタイガージェットシンに体を打ちました。タイガージェットシンの額がこの一発で切れたかもしれません。さあ、そして鶴田を2人で追いかける謎のインド人、模範心の動きにも注目しなくてはなりません。今度は椅子を投げ入れた。相当荒れ狂います。タイガージェットシン相当荒れ狂っています。鶴田がこれをまた追いかける。リングの中でのコールはもうなくなりました。さあ、勝負が始まる。45分の一本勝負。タイガージェットシン、また凶器を掴んで椅子を掴んだ。そしておそらく純銀のトロフィーに手をかけるんではないかと思いますが、馬場さん、はい、ちょっと最初から勝負になりませんね。そうですね、シンはね、もうそういう選手ですからね、ジャンボはリングの中から出ちゃいけないですね。あ、そうですか。お腹入ってずっと待ってた方がいいですね。
もう一人レスラーがサイドにいますけれども、これが山田さん、モハンシンといいまして、インドでアマレスをやって、現在、プロレスラーの特訓中なんだそうですね。そうですね、キュー選手の説明によりますと、はい、280ポンドありましてね、はい、ヘビー級のチャンピオンにもなったことがあると、いうことだそうですね。そうですか。ということになりますと、馬場さん、鶴田は1対2人の対決、変則マッチと思わなきゃいけませんね。まあね、日本人陣が陣営にもね、セコンドがいますからね、はい、さあやっと選手がリングの中に入りまして、正式なゴングもなりましたけれども、この謎のインド人モハンシンの動き、外側から鶴田の足をしっかりと持っています。リングの中では、タイガージェットシンがまずはコブラクローの体勢に行こうとしておりますが、さあまだ今、おっとこれは何でしょうか。お客さんの傘ですね。体育館の外は雪がしんしんと降っておりますけれども、お客様の傘を取り出しました。これをもう完全に曲げてしまいました。さあそして今やっと試合の体勢になります。いよいよ始まります。ジャンボ鶴田対タイガージェットシン、秋田県立体育館、もうゴーゴーたる声援、またシンが外に飛び出しました。なかなか試合になりません。山田さん、イメージチェンジを図った鶴田ですけれども、相手がタイガージェットシンなら鶴田も喧嘩殺法で行くしかないんでしょうかね。まあ結局ね、シンとしてはそこを狙ってきてるんだろうと思います、はいはい、ただね、さっき馬場さんの言われたように、やはり挑発に乗って外へ出て行ったんでは、とても試合になりませんね。そうですね、ジャンボ鶴田も来週の放送、大阪城決戦インタータッグの挑戦試合、それから再来週 3.13 日本武道館決戦、お聞きのようにアニマル浜口との対決が決まっております。画面の方は来週の大阪城決戦のカードをご紹介しております。さあ今やっと試合らしい試合展開になってまいりました。再来週のカードもご案内しております。 3.13 日本武道館決戦、さあ7対7のシングルマッチ総当たり戦、果たしてどういう結果になりますか。どうぞお楽しみになりたいと願いたいと思います。鶴田対浜口、馬場対寺西、そういったところを今ご案内しているところでございます。タイガーマスクは長州と、天竜は八つと、それから石川隆は小林と、マイティーの上はキラーカン、サムソン冬木はクリスと対決が決定しております。さあ勝負です。コブラクローですね。モハンシンがね、はい、ちょこちょこ手を出してますね、はい、手を出してますね。外側のモハンシン、しかしこれにひるまず、ガンガン前に行く、押しまくる鶴田。さあロープに飛ばした、ジャンピングニーパット、これで活路を開くか、ジャンボ鶴田。さあ思い切って飛ばす、ものすごいストンピング攻撃だ。すごい勢いでストンピング1ダース打ちました。そして相手を立たせてラリアット、ジャンボラリアット、右のサポーターうなりを上げて、ジャンボラリアット、タイガージェットシンののど笛をつきましたが、後ろにモハンシンがいるぞ、何か持ってるモハンシンがいるぞ、もう一回ジャンボラリアット狙い撃ち。さあしかしもう一人の敵、モハンシンの動きにも注目。やっと自分のペースを取り戻したジャンボ鶴田であります。さあ馬場さん、来週の放送はインタータッグの今度は挑戦ですけれども、鶴田これまた鍵を握る男ですが、どうですかね。まあね、2人、天竜もね、ジャンボも燃えてますからね。燃えてます。なんとしても全日本プロレスのトロフィーをもう一つ取り戻さなきゃいけませんね。そうですね、大阪城ホールではね、絶対に勝つということを2人で言ってますんでね、頼もしいと思ってます、はい、果たしてインタータッグの行方はどうでしょうか。おっと、何か杖のようなものを半分に折りまして、タイガージェットシンに渡しました。あ、今ゴングが要請、ゴングを要請、タイガーハットリレフリー、これが狂気として見なされたんでしょうか。さあジャンボ鶴田が今度はパートナーのモハンシンをめがけます。1対2の対決になってまいりましたが、これはもうちょっとレスリングというか、山田さん、なんて言っていいんですか、もうルールのない試合ですね。そうですね、特にね、モハンシンがエプロンまで上がってやってましたからね、はい、あれはやっぱりね、レフリーとしても揺れてないし、はい、鶴田選手としても我慢ができなかったんでしょうね。そうですね、今結果が発表されておりますけれども、おそらくタイガージェットシン反則を取られたような感じがいたしますが、さあタイガージェットシン軍団はさっさと場外ですが、リング上ジャンボ鶴田、この勝負は果たしてどういう結果になっておりましょうか。今判定が告げられております。さあ馬場さん、はい、鶴田対タイガージェットシンの対決はもう本当の無法レスリングになってしまいましたけれども、
鶴田の 3.13 日本武道館決戦アニマル浜口、これは好勝負になりそうですね。そうですね、まあ、今のこの試合ですけどもね、芯、はい、がこれだけ狂気を持ったりしたらね、もうこれはレースラーじゃないですよ ね、 あ、そうですね。ですからね、そこをジャンボがよく頭に入れてね、リングの中で やるようにしないとね、はい、やっぱり勝負はつかないですね。このシリーズまだまだ残ってますので、今度は矛先をジャイアント馬場さんに向けてくるかもしれませんね。まあそうですね、まあ、それならそれでいいんですが、はい、やっぱりこういうね、汚い試合はね、やってもらいたくないんですよね。そうですか。タイガージェット神の相手はもういくらでもいる。まずはジャンボ鶴田を血祭りに上げて、天竜長州力、そしてジャイアント馬場だというふうに言っておりましたけれども、果たしてどういう展開になりますか。鶴田対タイガージェット神、3分53秒、タイガージェット神の反則負けでございます。さあこの後は今夜の名イベント、素晴らしい勝負が続いております。長州力、安吉明組対ラッシャー木村、阿修羅原との対決でございます。画面の方は次週のカード、インタータッグ選手権鶴田天竜奪回戦、タイガーマスクは歌舞伎と勝負でございます。そして再来週の放送、 3.13 日本武道館決戦7対7の対決、ご覧の通りでございます。どうぞご期待をいただきたいと思います。そして今後の興行日程をご覧いただいております。さあこの後はメインイベント、いよいよ最後の勝負、長州力対安吉、長州力安吉明組対ラッシャー木村、阿修羅原の対決、若林アナウンサーの実況です。86エキサイティングウォーズ秋田大会はいよいよ名イベントを迎えました。長州安のニューチャンピオンチームがラッシャー秋村、阿修羅原と相対します。そしてすでにご存知のように、先週の開幕戦、長州安の試合に乱入した木村、として原、インタータックのベルトを狙ってやる、某挑戦状を叩きつけました。ジャパンと全日だけにベルトは渡さない、俺たちがいることを忘れるな、こう控え室で吠えまくりました。さあいずこから姿を現すのか、ラッシャー木村、阿修羅原、非常に強力なタッグチームであります。今夜は早速その長州安と相対するわけであります。さあちょっと入場が遅れています。何を企んでいるのか、ラッシャー木村、阿修羅原、ちょっとお客さんもどよめいております。秋田県立体育館メインイベントでありますが、まだ国際決定組ラッシャー木村ドン、そして阿修羅原の姿がありません。山田さん、これは作為的なもんなんでしょうか。あ、今見えましたね。見えましたね。はい、阿修羅原、おなじみのヒットマン T シャツを身につけました。そして今ゆっくりとドン、ラッシャー木村入場であります。ザ・ストップが長州なるかどうか、ラッシャー木村、阿修羅原入場です。さあそして18ビートの激しいリズムだ、長州安の入場であります。ついに日本最強の座、インターダックチャンピオンの座についた長州安、新たなる王道の道を進みます。さあこれが過去を振り返らない男、全身あるのみ長州力、そのファイティングスピリットに、勇気に、生き様に、多くの少年少女たちが自分をダブらせ、奮い立たせ、感銘を受けております。俺は長州のようになりたい、勇気が欲しい、その期待にどう応えるのか、長州力、今ゆっくりと入場であります。試合に先立ちまして、名イベント60分一本勝負、両チームに豪華な花束が日本テレビ秋田放送、そして番組のスポンサーより贈られました。両チームの紹介です。昨年の最強タッグの時にね、はい、このチームが対戦、コーラベンに対戦しましたけども、そうでしたね、非常にいい試合内容だったんですよね。そういう意味ではね、今日も面白いと思いますが、勝負がね、まあ、どちら勝ってもつけてもらいたいですね。本当ですね。さあどういう試合になりますか。アシュラー原、目がランランと輝いているぞ。そして馬場さんを狙ってまいりましたが、今度はインターアタックに照準を合わせた木村。さあ、ジャパン軍の副将、安吉明絶好調、長州が巻き込まれる、長州力、長州力紹介されました。さあ、山田さん、この先週放送の、開幕戦、この長州安の試合に乱入したのが木村原、早くも激突ですね。そうですね。狙いに狙ってたね、対戦、しかもあの相手チームがインタータッグの王者になったということで、はい、ますます燃えてますからね。今日の対決は非常に面白いですね。館内は圧倒的に長州コール、そして安コール、そのジャパンと全日だけにベルトを渡せない、俺たちを忘れるな、これがラッシャー木村原田ありましょう、受けるな長州の表情が見えました。さあまずはリーダーの長州力飛び出してまいりました。どんなファイトを展開するか。さあ
乗ってからいい動きだ長州力。おっと芦原、そしてラッシュは木村に対して自らアウトオブザリングの戦いを挑みました。積極的ですね山田さん。そうですね、非常に早いですね、本当ですね。来週放送の大阪城決戦ではインターアタックのタイトルマッチ、まあ鶴竜にとりましてはリターンマッチ、そして長州にとりましては初防衛戦ということになりますが、馬場さん 100% 防衛だ、早くも V 宣言をしてるんですよ長州は。そうですか、まあね、お互いにやっぱ張り切ってもらってやればね、内容がよく面白くていいと思いますよね、まあ、どちらが防衛してもですね。そうですね。さあ今度は休みクイックタッチが行われました。とにかくあの脇腹の負傷、痛みを逆にバネにして立ち上がる長州に奴は目を覚まされたとこう言っています。しかし早くもラッシャー木村の反撃が始まってしまった。何を待ってくるか、クロスチョップ。山田さん、この木村にもですねもう後がないというこの死に物狂いの必死な感じ、これが伝わってきますね。もちろんそうですね。ただ奴選手は試合前非常に落ち着いてましてね、ベテラン木村選手の手の内をじっくり見せてもらうというふうに言ってましたね。まあこの木村原の死に物狂いの挑戦は長州にとっても脅威でありましょうが、難敵を破ってこそチャンピオンチーム、こういうことが言えると思います。さあその長州力がラッシュは木村にストンピング攻撃。しかし馬場さん、この長州はのっけから力強い V 宣言をしておりますが、鶴田天心流の巻き返しもこれは急ですね。そうですね、はい、控え室はどうですか鶴田天竜は。いやまあね、冷静ですよ、もう彼はやっぱり我々は勝つんだというね、はい、自信持ってますからね、うん、守る長州やつもね、はい、やっぱり自信持ってやるでしょうけども、はい、さあその長州がちょっと木村の連携に捕まっておりますが、まだ余裕があります長州力。どんな試合に山田さんなりますかね、インターパック来週放送ですが。いやこれはね、とにかくもうこれまでに2回壮絶な戦いをやってるんですからね、はい、まあ、あのどういう試合になるかというと予測はつかないですが、バックドロップ長州力切って返した。どうぞ。お互いにね、はい、もうメンツというのもあるでしょうからね、まあ、冷静に見えても心中は燃えたぎっていると思いますよ。そうですよね。さあ今度はダブルの攻撃、維新の炎が燃えます長州やつ、攻めて攻めて攻めまくる、常にチャレンジャーの姿勢長州力やつよしあき、そのファイティングスピリットはやつをも光らせました。さあそのやつが絶好調だ。まあ山田さん、これからは 3.13 武道館決戦、先ほどこの取り組みが発表されましたけども、長州はタイガーと八つは天竜と、こういったシングル対決を頭に入れて戦っていく、ますますヒートアップしますね。もちろんそうですね、もう最終的にその対決が決まってますからね、はい、お互いに選手はタッグチームをやりながらでもそういう作戦もね、頭にちらっとは浮かべてると思います。ただね、いつも選手に聞きますと、はい、この土壇場になってからですね、本当に心中が燃えてくるんだそうですね。やっぱり目の前の戦いが大事ですからね、はい、さあ今度はラッシャー木村がやつを捉えました。残り時間、放送時間は3分を切っております。ブルドッキングヘッドロックがこれ炸裂、ラッシャー木村この今攻められております。やつは天竜と武道館決戦では天竜と戦うことになっております。さあおっと珍しいラッシャー木村はダブルアームスープレックスの体勢、この木村それから原もインターアタックに割って入ってくる、こういった姿勢ですが、戦力的にはどうなんですか山田さん。いややっぱりね、はい、今日ねお互いに手の内を探り合ってると思いますよ、はい、いずれねあのもし、長州やつチームがですね、オーダーを防衛すれば、はい、このチームが挑戦するということも考えられますしね、これはもうお互いにねそこまで考えて戦っていると思いますよ。木村も自分が正念場ということもよく自覚していると思います。今後のインターアタックの構想の占う重要な一戦、こう言っても過言ではないかと思います。さあ残り時間が2分を切りました。さあここで試合が荒れてきた、試合が荒れてきた。今夜はよく放送席が襲われます、放送席が襲われます。放送席前、芦原と八津吉明だ、芦原と八津吉明だ。まあ馬場さん、この木村原がインターアタックに割って入るとなると、やはりこういったラフ攻撃が一つの作戦になるんでしょうかね。そうですね、あの木村のね動きがこの4人いますけどもね、一つテンポが外れるんですね、はい、これがね非常にその国際軍団に生きてくるんですね。馬場さん、山田さん、ここまでどうでしょうか、どっちが優先して進めていますか。いややっぱりね、あの非常に両軍ともにですね、闘
石をむき出しにしてますけれども、はい、あの国際チームもなかなかいいですね。その国際決明軍、木村原がインタータックに割って入るかどうか。そして来週放送の大阪のインタータックタイトル、長州安の王座初防衛なるかどうか、非常に興味が募ってまいりました。今年こそいよいよ10段、軍団構想の決着の年になりそうなムード、そんな気配もしております。さあ長州軍の自身の命連携が今見えている。この長州の初防衛なるか、鶴竜の奪回になるか、そして再来週放送の武道館シングル全面対抗戦、どうぞご期待いただきたいと思います。解説はジャイアント馬場さん、そして山田隆さんでした。さようなら。お灸にいい香りがついた。ますますお灸が身近なものになってきた。新しい千年灸5種類揃って新登場。肌に花咲く。ハイグレード千年灸宇宙。暗黒惑星を撃破しろ。カラーデザインとボイス機能がついた本格的スターアドベンチャーゲーム、スターラスター。空想してから寝てください。スターラスター新発売。1年間保証、爽やかに新登場、トータルカーリフレッシュダイワミラクルチェーン。グッバイワックス、グッバイグッバイワックス。ワイクヨー、爽やかに新登場、トータルカーリフレッシュダイワミラクルチェーン。この放送は日産自動車とご覧の各社の提供でお送りしました。人参エキス、こっち来い元気。怒りそう、こっち来い。ビタミン E とニコチン酸アミド、エース。みんなこっち来い、アスパラエース。競争生薬とビタミンを配合、需要競争に効きます。田辺のアスパラ。ブロー込みでパーマ料金3000円、パーマハウスグレープ、カットインアイドル美容室パート2。お近くの家が建つから大相撲春場所が大阪で始まりますが、春場所の話題の一つは元関脇の高見山が外国出身者として初めて東関部屋を作り弟子をデビューさせることです。東関部屋の場所前の様子を大阪からお伝えします。